ナビカーズは株式会社 F10 ブックが発行する自動車雑誌、奇数月26日に発売。同社が発行するオートバイ雑誌、モートナビの増刊として発行され、紙面も同誌の内容を引き継ぎ、自動車のある暮らしをテーマにして、ファッションやライフスタイルについての記事が多い。二元社から2010年まで発行されていた休館中のナビの復刊と誤解されることが多いが、 流れとしては、ナビの流れを組んでいるものの、いわゆる正式な後継紙ではない。2018年1月発売号より、タイトルロゴがカタカナ表記のナビカーズに改められた。同年5月号までは株式会社ボイス、パブリケーションが版元であったが、同年7月号より、版元がイフテンブックに移行された。2010年4月号に休刊したナビの名を継ぐ自動車雑誌を作ろうと、 元ナビ編集部員で、現、ボイスパブリケーション代表の加西圭介が、2012年5月26日に、プレ相刊号を発売した。同年9月に、各月間として定期刊行を開始する。特集に力を入れており、迷子を全くカラーの異なる企画を、関東特集として取り上げる傾向がある。過去には、松田ロードスターや漫画、頭文字 D など、 取り上げる対象をかなり限定した企画も多い。また、過去には、自動車雑誌でありながら、自動車雑誌を特集するという企画も行うなど、文化系自動車雑誌として認知されている。編集長の笠井啓介をはじめに、旧、ナビ出身の自動車ジャーナリストやライターが多数、登場し、連載する、下野康史や小沢浩二などの他に、佐藤武氏 松本洋や塩見里氏なども寄稿している。姉妹氏のモートナビ同様に表紙やグラビアに芸能人が起用されることが多い。過去にクレイジーケンバンドの横山県吉川浩二神田正樹、森星、コーラン、内田里夫など、多種多様な人物が表紙を飾っている。なお、2019年1月号より、編集長が総監編集長である加星から副編集長を、 勤めていた彦コ翔太に交代。この交代によって、ナビの名を関する雑誌でありながら、ナビ編集部に在籍経験がある編集者がいなくなった。ありがとうございます。